ちは、フェムダルガッツオから続きやっていきます。青い扉から来たんですよね。で、ここにワープがあるんですけど、多分これ入り口に繋がってるんじゃないかと思う。おい、あー、これ分かってよかった。ワープポイントから入り口まで戻ることができるような、こっちで出たじゃない、後戻りはしない。びっくりした、下押しちゃうわ間違えて。さて、赤い方ですね、ここから進んでいきましょう。ドキドキですね。なんか機械があるぞ。キュリティモード、あ、ここも切り替え、あ、そっか、今緑取れないんだっけ。キュリティモードをレッドに切り替えました。ロックがレッド、オープンがブルーグリーンで、これでいけるようになったということか。ちょっとないね。あー、ドキドキする。え、なんで音楽やないの、なんでなんで、機械がある、特に何も出てこないみたいです。なんだろう、わー、いる、もう心の準備が。ビンシェルト来た。ここまで来たか。オデッサの理想に牙を突き立てるものよ。前がオデッサの司会、ビンシェルト・ラダマンデュス。あれ、初めて会うよね。面と向かって会うの初めてですよね。どうだったっけ。ウィンスフェルト、お前の野望もここまでだ。お前の愚かな野望は、この俺が、いや、俺たちが阻止する。あいつと、そしてトロメアと約束したのだ。お前が暴走する前に止めると。お前に裏切られ散っていった解放軍の仲間たちのためにも、お前を止めてみせる。のぼせ上がるな。お前のようなまがいものか、この私を止めるだと。笑わせるな。たとえ英雄であろうと、この私を止めることなどできん。それにお前たちには個人的な恨みもある。いや、私たち何しました。何もしてないよね。ああ、そういうことか。よくも私のアンテノーラを、何があろうと許すことはできん。簡単に死ねると思うな。ああ、アンテノーラの復讐はまあちゃんと遂げられたわけですね。まあ本人がちょっと微妙な気持ちだったと思うけど。そうか。ほい。我が理想はお前らごときに止められるほど軽々しいものではない。ここから生きて帰れると思うな。我が魔剣、狂気山脈にて切り払ってくれる。あったな、そういえば。支配者の手で葬られること光栄と知るがいい。ついにこの時が来ましたね。オデッサ司会、ビンシェルト。価値観も意識も力も一つに統合されれば、人はより強くなれる。それは未来への進化に等しい。我らオデッサはファルガイアを時代へと導く開拓者であった。それを無知で傲慢な、ただ群れで騒ぐだけの民衆という豚どもに騙されることも感化しろというのか。すごいセリフなんだけど。断じていな。時代を切り開くのは狼の牙を持つ我らだけ。理想は屈しない。決して死ぬことはありはしない。カリスマカリスマだな、相変わらず。あー、メンバーどうしよう。ブラッド入れる。カノン、アシュレ抜くか。アクセスはしない。リルカかな。これでいきますかね。
ダビンチ・コもうなんかすごいよね。なんかなんだろうね、やっぱこう惹かれる部分はあるよね、多少なりとも。カノンどうしよう、貯めていくか、 FP 貯めていくよ。でシールドはいります。ブラッドはもうガンガンロックオンやっていきましょう。あの魔剣何をしてくるの。リルカも FP 貯めたいな。ハイパーだっけ、ハイパー使って、おお強っこれでアメテオドライブいける。これとリルカ減ってる人、あ、できない、貯めるか、貯めよう、ブラッドも貯めよう。やっぱり攻撃、このワイヤーナックルいける、ワイヤーナックル回復するか、回復は怠らない絶対よし、緊張する出た、また、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれなんだこれだよ、このなんか微妙に後ろ向いたりするんだよね、なんなんだろうか。このグリルプレッシャービールが回復、カモンか、カモン、うん、頑張っていけるね、ガンガンいきましょう。なんか長引くと嫌な感じがするこういう反撃、あと技何やってくるかな、またこれか、これ、こればっかりだなぁ、結構痛いんだもん。あ、プニショグリーンだ、コンディショングリーンになるとさ、 FP 増えて回復っていうのがなくなっちゃうからさ、これやりますか、ラトリング、リルカは回復しよう、リルカ、ブラッド攻撃、リルカエクステンション使っちゃってもよかったかな。で FP25 でまた飛んでて、あ、でもハイパーちょっとやりたいんだ、なかなかやるタイミングが難しいな。通常攻撃もしてくるね、ナイス、ワイヤーナックル、リルカ今いけるか、ハイパー、ハイパーウェポン行こう、カノン、ブラッドはロックオン、順番操れればな、1回分がやっぱりね、攻撃のすごいよな170はやばい、あれこれって超次元なんとかって、あ、これカイナの技じゃない、そうだよね、ピンちゃんも使えるんか、
どういうことどういうこと、魔剣だから、どういうことなんだろう、よくわからない、やばい、よくわからないよ、どうしようかな、攻撃するか、ブラッともう一回いける、あと何使ってくるだろう、今んとこ技2つだから、あと1個ぐらいあるでしょ、怖い、 HP 減ってくると絶対やってくる系だ、出た、かわいいなの技、できればなんかブラッドにとどめさせてほしいよね、なんとなくだけど強いな、っていうかタフだね、タフだよ、カノンブラッド貯める、リルカが後ろ向いちゃうんだよねなんでだろう、さてこのリルプレッシャー、リルカ使ってみますか、もったいないな、あ、いっか、やった最後のリバイバル、トリムやっちゃってもいいかな、めっちゃ怯えてるからね、言っとくけど、出た出た出た、怖っ怖っ、どうした、スプラット、リルが上がる、倒したぞ、認めるものか、こんな形で理想が死ぬことなど、うん、愚か者どもね、このままでは人間という種の限界を迎えようとしているのだぞ、地に溢れるモンスターどもに抗うには全て人は力のもとに統一されなければならない、モンスターに対抗するためにお弟子さんを作ったってこと、それがこれから迫り来る脅威に対する唯一絶対の方法だったのだ、モンスターの、バカな、モンスターを操り地に溢れさせたのはお前たちオデッサではないかっていう認識だよね、確かに我らもモンスターを兵力として使った、貴様にも縁が深い降魔儀式を用いてもらう、だが考えてもみろ、この短期間にこれだけのモンスターを放つ術があるというのか、制御できないモンスターを無計画に生み出す価値に何の意味がある、じゃああれは我らではない、もっと何か別の脅威の先兵であるのだ、脅威の先兵、第三のなんか勢力が出てきてしまう、何、理想とともに我も、なんだ、
ならばウヌラもヘイムダルガッツォと共に落ちるがいい。巻き添えやだよ。おい、ずるい。動力炉に活火がかかっているこのままではどうなるんですか。コッパみじんだ。おはずか、私たちも含めてな。おい、でもそんなことさせないよね。アシュレン、もちろんだ。これだけ巨大な空中要塞だ。脱出ポットくらい用意されているはず。そいつを探し出すぞ。探すんか。なんか機械がね、いっぱいあるの。特に何か脱出ポットか。どうやらここのコントロールパネルでラッチ装置の制御をする必要があるみたいなの。それにラッチ装置がずっとも別々のところに配置されているようだ。全員一緒に脱出は無理というわけだ。ということか。ここまで来てこれとはつくづく俺たちはついてないらしいな。どうするんですか。ここは僕が引き受ける。みんなは脱出装置まで急いでくれ。時間がないんだ、早く。必ず生きて脱出すると約束しろ。そうでなければ私たちはいけない。まあ約束するよ。僕だってミスミス無駄死にするような真似はしないさ。約束だよ、アシュレン。みんなで戻ろうって約束したんだから、約束は破っちゃいけないんだよ。絶対に約束を守ってよ。みんな準備は大丈夫か。こういうことかい。こっちは問題ない。全然 OK。 アシュレン、絶対行けよ。約束忘れないでよね。大丈夫です。アシュレンさんも早く準備してください。時間はそんなにないはずですから。問題はない、あとはお前だけだ。よし、射出準備をするから先に向かってくれ。僕もすぐに脱出準備をする。みんな地上でまた会おう。はい。いや、脱出する一人か。あ、一人で進むのあった気もしないでもないわ。これさ、みんな一人ずつ進むんかな。マジか、ちょっとマジか。行きます。とりあえず、あー、仕掛けが閉ざしてるよ。いけないよ。切り替えるんですよね。あ、これアシュレいないし。4人で進むの。はい、リルカ超不安です。リルカ進めな。そうか、またセキュリティじゃなくて何か切り替えていくんだね、これ。マジか。できれるよね、絶対。あ、ここ行けないけど、あ、押していくわけか。でさ、あ、下がる人。マジか。生き出るんかな。仕掛けだけならいいんだけどさ、なんかいろいろあるよ。待って、いろいろある。え？青、青。あ、これ切り替えるやつ。待って。今、青が通れる。ちょっと待って、チラ見しますか、こっち。あ、あ、回復か。減ってる、ちょうど。ありがとうございます。あ、しかも、このジェムちょっと大きいね。行き止まりか、ここ。ジェムゾーンか。あっちか。切り替えて、あっちかな。今さ、赤開かないんだっけ。赤が開かないんだよね。あ、そうです。切り替えて、切り替える。ブルーに切り替えました。ロックブルーで進もう。フェスさ、行けるとこまで進んじゃって平気だよね、これ。
あ、で、いけない、いけませんね、切り替えよう。で、ブラッドが多分進めるはずだから、もう進めるはずなんですけどね進めるはずなんですけど、進めませんね。ティム、ティムが赤かな、赤、パーっていける、もう戻れません。え、こっちにいっぱいなんかあるな、どうなってるんですかね、これは何なんですかね、謎なんですけど。ブロック足りなくない、あ、ストロー引っ張れ、引っ張れはちょっと、押せないよ、動か、え、ティムがか弱くて動かせないとかじゃないよねえ、なに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 、何か分からん、何に関係するんだろうこれ。ティムとりあえずここで待機か、カノンよく分からん、カノンも赤と思います、残念なのかわけわからん、あーで、ブラッド助けよう、で、とりあえずブラッド動かして、ブラッド、カノンが隣同士か、あーで、これね、助け合いね、助け合い大事大事、渡って、カノン進めちゃうか、で、グリーンは巻く、で、どうやってんの、上でいい、あれ赤か、はい、これはね、何のスイッチなんだろう、あそこのスイッチか、押してる間、だけど関係あんのかな、ブルーは、あ、いけない、赤も、あ、同時に押すのか、あー、オッケーオッケー、で、ブラッドがね、ブラッドなかなか進めないんですけどあ、そっか、あれ、これなんだ、足りるかもいけないな、あ、これ関係ない、え、ティムが分からない、あそこ関係あるのかな、全然わからんよ、ここどこですか、青はいけない、なんか全然わけわかんない、あーで、ここに行くのね、ティムがあるんですよね、で、あ、リルカ、リルカ、いける、リルカいける。リルカ、いけるようでいけません。あ、あれは？あれ、どうしたらいいの？スイッチがあるのかな？そういうことね、そういうことね、わからか、で、上これたと、
て。ああ、オッケー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 。ありがとう、ティム。で、こっちに行って、こう押します。で、ティムだ、ティム。こんな脱出嫌なんだけど。こんな脱出嫌だよ。で、あ、風花か。落ちるとこだった。届いてないですか？あ、キュキュキュ。切り替える。グリーンに切り替えました。ロックがグリーン。ロックがグリーンだそうです。あっちはこっち。で、この青は開く。下を通ります。ここはどこでしょうか。あ、あ、これ多分さ、ティムなんか強そうじゃない。ちょっとここで待機しよう。ブラッといけるのに、そうそう。それやっとだな。ブラッと。仕掛けでいいんですよ。ゲームになんないか。これは乗って後戻りできませんゾーン。これよし、よいしょ。で、こんな脱出あります？あ、いけなくなっちゃった。ちょっとね、あのブラッドのお茶目なところが出ちゃいましたね。で、下げてる状態でティムか。大変だぞ。アッシュでこれ全然一人いないけどさ。あ、間違えた。風花じゃない。あ、いや。で、下がりました。もうちょっと、あれか、強力か、フラットとで、渡りました。見ました。ティム君がいけるね。もうセキュリティモード忘れた。そう、赤取れない。赤はいけない。グリーンが閉まった。あれ何が閉まったんだっけ。ここどこ。あ、なんかちょっと高いな。関係ないのかな。飾りか、ちょっとわかりません。あー、これ行き止まり。フラット大変。あー、また行き止まり。じゃあリルカは、あ、リルカ殺してたんだ。やばい。あ、踊れねー。グリーンを今度いける？どうか？あー、あ、どうすればいいのかな？待ってくれ、待ってくれ、なんかブロックが。これまた上がるんじゃないか？何か押せば上がるのか？大変すぎるのか？こっちじゃなかったみたいですね。
よっ。どうしたらいいんだ。ここが上がっちゃうから、ブロックをここに。やれないな。あっぶっあ、でもここで押せばさ、下がってくるよね。こんな、いいのかな。これでいい。で、下がる。あっ、ティムー、切り替えよう。セキュリティモードレッドに切り替えました。ロックがレッド、着いた。これが脱出ポットだ。みんなも無事にたどり着けたのかな。でも脱出ポットのロックの解除方法がわかんないよ。どうしよう、僕はどうすれば。つうか僕は諦めないよ。こんなところでくじけたりしないよ。心を強く持つんだ。みんな守りたいから強くなるんだ。そうなの。絶望とは希望を絶やすこと。それは未来への可能性を否定してしまうことなのだ。キム、君は弱くなんかない。諦めない君の強さ、それは未来へきっと届くのだ。ティム、ティム、君の心の声が聞こえる。すごいな。あ、そっか、通信機の感応石が僕たちの心を一つに繋いでくれている。大丈夫だ。今すぐ脱出ポットのロックを外す。乗り込んで待っていてくれ。マジで、マジ最後まで頑張ってんな。聞こえます。アシュレイさんの声がはっきりと。わかりました。僕は脱出ポットで待ってます。アシュレイさんも急いでください。さて、あと3人か。なんかリスクは終わりにして、初めてなんかアシュレイが頼りになるって感じがして。もうブラッドついちゃったよ。早いな。ブラッドルートなんか楽だったな。暴走したカフカがヘムダルガッツを決ましている。長くはないな。まもなくオデッサとの戦いに終止符が打たれようとしている。壊さないでね。だが俺たちがビンスと共に勝てる義理はないはずだ。俺たちは生きていかなければいけない。生きて渡らなければならぬ荒野がある。争いのない未来へ開けなければいけない橋がある。ブラッド、ブラッド、僕の声が聞こえるか。おお、通信機からブラッドの心の声が聞こえてきたんだ。可能石が心をつないでくれている。大丈夫だ。脱出ポットのロックはこのパネルから操作できる。そう、僕たちは終わらない。まだまだやらなきゃいけないことがたくさん残っているからな。反応石が心を、奇跡か。いや、英雄ならばこれくらいのことあっておかしくはないか。そっちは任せたぞ。俺は一足先にベッドで休ませてもらう。さて、リルカ、リルカ、ここから出なかったっけ。で、ブルカ着いた。やっとたどり着いた。でも一人は嫌だよ。いつも一緒、みんな一緒でなきゃ嫌だよ。はあ。嘘、どうしてこうもロックされているの。なんとかしてよ。私の魔法だけじゃなんともならないよ。あ、リルカ、リルカ、落ち着いて僕の声に耳を傾けるんだ。今から脱出ポットのロックを解除する。だから落ち着いて待っていて。通信機の感応石が僕たちの心をつないでくれているから、君は一人ぼっちじゃない。僕の声届いているだろう。君の声も僕に届いている。だから大丈夫だ。あずれー、すごい感応石が。ちょっとあんまり変なとこまで覗いたりしないでよね。アシュレに伝えてないことまだたくさんあるんだから。でも励ましてくれてありがとう。もう大丈夫。アシュレと一緒なら平気へっちゃらだよ。
て、サイバーカノンが行きましょう。ようやく脱出スポットにたどり着けたな。このポットが私の棺桶にならぬよう祈るとしよう。趣味が悪すぎる。気圧が急激に変化してる。なんだこの感覚。まさか制約しているのではない。その逆だ。え、暴走した機関部はヘイムダルガッツを天に向かって。ああ、いや、星の海へと急上昇させている。このままでは。そういうことか。カノンカノン、僕のアシュレだ。君の心の声、通信機に込められた観音石が僕のところに導いてくれた。確かに今ヘイムダルガッツの高度は加速度的に上昇している。だが諦めるな。僕たちはこのところで終わってはいけないんだ。私にもお前の心の声が聞こえる。そうか、そうだな、終わってはいけない。私にも聞こえるぞ。お前の心の声に混じって、まだ言うか。魔人の方向が私の心に届いてくる。安心しろ、お前を払うのはこの私だ。だからお前も何としてでも生き延びろ。いいな。いや、最後にちょっとまたね、ツンツンデレデレしていきますね。これでよしと。走り早く脱出しよう。もうあまり時間がないな。急がないと。あ、ちょっとピンス、ここにいたのか。若造ピンスフェルト、耐えてもらおうか。なぜルヌは我が理想とともに果てようとしない。なぜ性に固執する。僕には帰るべき場所がある。仲間もいる。僕の帰りを待ってくれる大切な人もいる。今までと同じ毎日を、ただの日常を取り戻すために僕は戦ってきたんだ。日常だと？くだらない。そのようなもののために我らが理想に牙を突き立てたというのか。19年間生きてきて、僕は他に命を懸けられるものを知らない。えっ、なんと、ビーンスとアシュレ一騎打ちだ。おい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 、脱出したい。終わりはせん。終わらせるわけにはいかない。終わりなんだよ。オデッサの理想も、世界征服の野望も、お前の狂気も。アシュレ・ウィンチェスター、貴様だけはすごい。うわあ、マジか、マジですか。アクセスでしょ、ここは。あ、もう鍛えてないから。いやあ、マジかー。本当にあれですね、暑苦しい展開得意ですね、ワイルドアームズは。怖い。まだちょっとで溜まるぞ。え、なんかこのまま肉弾戦でもいい気がしてきた。なんとなっちゃうかな、でも。やりましょう。ボイドエフェクト？なんで？あ、え、アクセスできないってこと？あらゆる効果が消え去った？いや、できるよね。どうなんだろう。いや、いけるいけるいける。びっくりした。防いでいくのかと思った。
暑いな、胸暑すぎる。これナイトメンさん、どっちが悪だかわからない。ノイドエフェクト、これ何なんだろう。戻るわけじゃないもんね。特にバフってないかな。ライフリターナーか、そういうことも押してくるかな。しかも回復量多いなこれあれだね、ライフリターナー毎回やってくる感じだと倒せないね。アクセスしないと。技持ってたんだ。さっきやってこなかったけど、みんなと戦った時。やばいこれ。頑張れアシュレ。来るか。いやー暑いな。1対1いた。終わりか。考えても見なかったな。私に終わりなどというものが訪れるなどあってはならぬことだったからな。完全なる終焉をな。何を企む。私は終わる。だが貴様も終わる。そしてファルガイアも終わるのだ。書くか。ギルドグラドから強奪した戦略核兵器を発射するつもりなのか。やっぱりそういうことしてくるんだ。その通りだよ。全て終わる。私の終焉に合わせてな。そう終わらないとげはない。ビンスベルト、まさか本当に押した。そう、核兵器召喚魔法陣だ。これが我らが切り札、ブラースバイン。未調整のまま打ち放ったゆえ、核はいつファルガイアに投下されるか予測することなどできない。1週間後か、1ヶ月のうちに核の炎が吹き荒れるか。たやもしれぬな。怯えるがいい。なすすべもなく滅びを宣言されて生きていくがいい。おいおいおい、イルカブラッド、キングカノン、みんなで僕たちのファルガイアを核兵器から守ってくれ。間に合ってくれ。ラストポット、ファルガイアにはアームズのみんなが必要なんだ。だからフェルトの手によって。
流れ星。ナンセンスね、星に願いをかけるなんて。教えなさいよ、何をお願いしたの。過ぎた望みはお星様だって手に余るってもんよ。そうね、大したことじゃないわ。ただみんな揃って無事に帰ってこれますようにって。そうね、そのくらいならなんとかなるんじゃない。みんなで一緒に帰ろうって約束したのに、どうして一人だけ約束を破る人がいるのよ。